明日のロッキーチャンネル。どうもロッキーでございます。おばんでございます。あの今日の動画の内容なんだけれども、あのー、鮭釣りの場所取りがもう始まってるっていうね、あの内容でございます。であのー、まあ、ちょっと死ぬ子の言わずに7月4日にあのー、視聴者さんから提供いただいたえっと動画ちょっと見てください。はいどう。 でね、こういうわけなんですよ。すごいでしょ ?7 月4日に撮影された動画なんだけど、もうすでに、某所で、もう場所取りが始まってんだよ。で、その場所取りがなん、どんな方法で行われてるかっていうと、あの、竿立てに、リールついてないボロッボロの竿がこう刺さってるって。で、案にそこはもう俺の釣り場だぞと。 ここで釣りすんなよと。俺らの場所だぞっていう意味での、あのー、ああいう意思表示なんだよね。で、俺はあのー、まあ、鮭釣りをすごくやってる人の中では、まあ、当たり前なのかもしれないけど、俺みたいな人間、あとこれもしかしたらあの、北海道じゃなくて本州の人も見るかもしれないから、多分すごいカルチャーショックだったと思うんだよね。で、鮭って一般的には、 まあ、9月からなのよ。鮭釣りって。なんだけど、もう、2ヶ月ぐらい前から、で、下手したら話によっては、6月、5月からもう場所取りしてるっていうところもあるみたいなんで、で、あの、その、鮭釣りの場所取りの是非に関しては、俺はあの、鮭釣りを専門にやってる人間じゃないから、 そこはあの、あえて、どっちがいい悪いってのは俺は言わないんだけど、一応あの、こういう実態があるっていうのをね、あの、ちょっと国民については貴重な映像だと思うんで、あの、今回動画にしました。で、やっぱ遮決理って怖いイメージとかそういうのもあるから、まあちょっと今年ね、あの、俺も遮決理またやりますけど、まあ、なるべくね、トラブルのないように、あの、やっていければなって思ってます。 なので一応あのまあ短い動画ですけれどもとりあえずあの写経の場所取りって何ヶ月も前から行われてるんだなっていうそういうあの動画でございましたなんかあの意見とか思うところある人はいっぱいあのコメント欄に書いてもらえればと思いますというわけで「北のロッキー」でございましたしたっけ「北のロッキーチャンネル」